What's up YouTube? どうも、もじゃです。久しぶり。今日はね、実家からね、豆乳とクールソフトっていう飲み物が送ってきました。ちょいちょいね、多分ね、俺の動画昔から見とる人は知っとると思うんですけど、ちょっと懐かしいで実際ね、飲んでみようと思う。ペケラ、早速ね、クールソフトから。あ、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。うまそうやな。俺飲み物で一番好きかもね、この2つ。ツートップ、ツートップっすよ、マジで。めっちゃ音よくない、これ。夏の終わりみたいな。でさ、実家から送ってきて、昨日かな、家がね、台風来たらしいんよね。で、手作りで、そのなんていうんやろな、屋根が、なんていうんけ、家の横にね、屋根は作っとったよね、手作りで。あれなんていうんだ、サンルーフみたいな、でけえサンルーフみたいなのが、あれでもめっちゃ重いで、あれ300キロぐらい多分あると思うよな、作った時ね。でそれが飛ばされたんや。近所の人のとこまで行かんでよかったねっていうね。で、あとは何も怪我とかはないらしいんですけど、それがひっくり返った時の写真がこれです。どうぞ。やばくないこれ。ほら、この鉄骨、あ、組み合わせるやつが下の方で、それがひっくり返ったん。やばくない？ビビるよね。台風怖いよねっていうところで飲んでいきたいと思います。いざ実食。うまっ、うまっ。いや、サスボベースさんはクールソフトで乾杯しよるらしいよね。飲んでみ、これ飛ぶぞ。今流行ってるやろ、知ってる？知らん。これ飲んでみな、飛ぶぞ。YouTube で、YouTube じゃない、世の中で流行ったの。これ飲んでみな、飛ぶぞ。これ飲んでみな、飛ぶぞ。なんか言うんやろ。はぁ、おいしい。次、豆乳ね。どっちもね、俺の地元の佐世保の飲み物やんね。で、ここをビュッてして開けてもいいんやけどね、飛ぶんや。うまいのかい。でて、これペッて、これ飲んでみな、飛ぶぞ。ありました。っていう感じでね、今日はね、佐世保の飲み物2種類。これめっちゃ濃厚やな。濃厚豆乳。なんかね、多分ね、一個一個違うな。毎回毎回。その日の環境によって味が変わるっす、この豆乳多分。なんか甘いなーっていう時と、豆乳濃いなっていうか、豆濃いなーみたいな時と、いろいろありますので、これ毎日味違う。でも毎日美味しいね。で、なんか俺の嫁さんとかはなんか生姜入っとるけん無理とか言ったけど、生姜入っとんかな。生姜入っとらんぞ。飲んでみな、飲んでみな、これ飲んでみな、飛ぶぞ。わぁ、久しぶり。飲んでみ、これで。あ、飲んでみようかな。あかんで、ねじらんと。開けてやろうか。いや、大丈夫。ダッサ。そんぐらい開ききるやろ。そっか、でも地域が違ったら開け方とか、俺なんかもう秒で開けれるけんね、そんなんね。ちょっと難しい、初心者には。で、それで切らん方がいいって、俺開けてやるって。最後まで飲まれる。だいぶ減って帰ってくる。飲んでみな。まあ、久しぶりに飲んだ。しょうがないせんやろうか。しょうが入っとらんもん。
豆乳の味がする。美味しいすか。豆乳がそもそもあかんからね。じゃあ俺飲むけんいいよ。いや、せっかくやけん飲むわ。飲んでみるの。皆さんもね、機会があったらぜひね、佐世保とかハウステンボスね、 GoTo キャンペーンとかで行ったらぜひ飲んでみな。飛ぶぞこれ。普通の豆乳にガムシロとか砂糖溶かして作ってみたら再現できるんかな。いや無理やろな。この豆乳マジでうまいんすよ。マジでうまい。多分日本で一番うまい豆乳。でもこれは生姜の味せん。そうやろうが。うん、これ多分日本で一番美味しい豆乳なんで、ぜひねチェックしてみてください。メーカーはどちら。いやこれいろいろあるよ。今日のやつはアサヒってやつ、いろいろある。でこれは1個しかない。ミラクル乳業さんっていう人やな。人かな。人会社やな。ぜひ飲んでみてください。ということで次の動画でまた会いましょう。んー最近た